普段自分たちが生きている生活の中で、すごく時間が早く流れる、時間が早いなっていうか感じることが多いと思うんですけど、一回立ち止まってゆっくり自分の立ち位置っていうのを見つめ直すことができるっていうことが写真のいいところだなと思っています。自分の作品の場合は常に一枚で見せるというよりは複数枚の写真で一つの世界を作っていくっていう構成の仕方をしているので、いつも作品を作り始める前に今自分が一番何を気になっているのか、どういった被写体に興味があるのかっていうことを、自分に問いかけてみて、その中で理由がわからないけれども直感的に、例えば河内さんのその写真というのは一貫して自分のその生きている世界を知りたいという思いで撮影をされているというふうにおっしゃっていまして、その世界を知るためのこう手段としての写真という、その河内さんの中での写真の写真に対する姿勢というのはすごく今日その写真というメディアのについて考える際にも大きな意味を持っているのかなというふうに感じています。そうですね、自分が日常に目を向けて写真を撮るということは一番今自分が取り巻いていることの近くだからだと思うんですね。それが自分にとっての今の現実と向き合うリアリティが強いということですかね。野焼きが撮りたいだとか、そうですね、野焼きっていうのは1年に一度人々の手で火を放って草原を焼くっていう行為なんですけれども、それをすることによって森林化を防いで牛たちの餌になり、そこに生命の循環っていうものがあると思うんですよね。あと実際に野焼きを撮影した時にすごい勢いで火が燃えていくんですよね。それを実際自分の目で見ていると過去の古い自分が消えていって、また自分も新しく生まれ変わったような気持ちになれるっていうのが、Rinko Kawauchi's work has had such an impact and made such an imprint on contemporary photography around the world. In working with Rinko, I've learned so much about the way a photographer can harness and speak to not just form, but also to time. It's been so gratifying to see how her work has evolved, and yet how she's been consistent and how committed she remains to the subjects that she cares about.It's an ever-deepening practice, and it's truly a great example of how a photographer can sustain their work and how it can evolve over time. いろいろ海外でも展示させていただくんですけれども、たくさんの感想をその時いただいたりしますが、特に日本で展示した時の感想と大きく変わらないなっていうのが自分の中ではありますね。今の自分を今生きている人たちとシェアしたいっていう感覚をまず基盤になるようにっていうふうに考えていきました。It's great to see that she'll be showing work from her whole career in the Sony exhibition. And I think you'll see that even though the subject has changed, you can see the same unique voice. The great thing about a photographer when they find the voice which is so distinctive, you can always tell their work.Almost by looking at it. Her images are very different to anyone else's I've seen. She's really a one-off and therefore quite extraordinary and quite deserving. 社会的な目線で多分私はすごく今恵まれていて、いろんな環境で写真展や写真集を出させていただくっていう環境に慣れたっていうことは、ある意味で成功なのかもしれないんですけれども、たくさんの場所で展示ができるっていう環境もやっぱり自分が作品を発表していかないとそういった機会は得られなかったと思うので、ずっと作品を制作し続けるっていうことが一番大事なのかなと思います。まず受賞おめでとうございます。It's an honor to have worked with you and to have built such beautiful platforms
for your work in the world through the books we've made together. Keep shooting, keep taking the pictures, keep going, don't give up. I know you will, because you've got the bug. I've got the bug, and we just have to keep going. So thank you, Rinko, for all your work.と、まあ、これからですね、川内さんがどういうふうにこの世界を見て捉えて写真として表現していくのかというのを今後もとても楽しみにしています。